それではいろいろな判例で遊ぼうを始めようと思います。いろいろな判例で、あ、違う、遊ぼうと。で、今回はですね、有理数が順序中密にならない例というのを紹介しようと思います。有理数が、順序中密にならない体ですね。中密にならない体で、もちろん順序中密というのが何かというところからお話をしていこうと思います。で、まず焦点を明確にしたいので、何が例になるかというのを初めに言っておこうと思います。で、これはこの間もやった有理関数体 KX ですね。最終的にはこれが例になってるよっていうのを紹介しようと思います。こやつですね、 KX っていうので、 K は今順序中密っていうことは順序性がないとやっぱりまずいので、順序体ですね。一本ない順序体で、ここで中密っていうのはですね、おそらくよく聞くのは位相空間だとか距離空間だとか、そっちの方の位相の意味での中密性の方がおそらくよく聞くと思うんですね。で、今回そっちの位相の方の中密じゃなくて順序の方の中密なので、順序中密というふうに言っています。あまり馴染みないと思うんですね。少なくとも私はあんまり順序中密っていうのを触ったことがないので、そうでない人もまあ多いと思います。で、もちろんまずこれって何っていう、そこからお話を始めます。というわけで早速定義ですね。定義で、まず F と K が順序体であるとしましょう。で、さらに F は K に含まれているとします。で、これ一応言っておきますけど、入ってる順序も同じというか、きちんと K の順序を制限してあげると F の順序になるとか、そういうのも仮定しています。で、 K がいいんですね。 K、 違う、 K がじゃないですね。F は K の中で順序中密というのを定義したいんですね。順序中密と。で、これ一応この K の中っていう、その外というか含んでいるものが何かっていうのを明示するのも重要です。で、これの定義ですけど、こうなってるようなX と Y の、じゃ、K の弦 X と Y があったとしましょう。この時に F の弦があって XAY となると。こうなる場合に F は K の中で順序中密になっていると言います。で、これまず大雑把に言うとですね、字から当たり前なんですけど、中密性っていうのは K の中で F が十分いっぱいにあることで、もちろん何というか密に
詰まっていることというのを意味しています。字から言って当たり前じゃないかと思うかもしれないんですがというか当たり前と思うでしょうし、これだけ言っててもあの、うん、何の意味もない話なんですが、まあ、こういう気分は気分として きちんと抑えておくことも重要なので、そういう部分もきちんと把握しておいてください。で、有理数の順序中密性なんですけど、これはですね、次のようなものすごい強烈な特徴付けがあります。で、その特徴付けを定理として紹介しましょう。F はこれが、順序体で、これが Q を順序中密に含んでるとしましょう。ではもうあのいちいち順序中密使うのめんどくさいので、ここからもうシンプルに中密と書くことにします。で、この時ですね、F がアルキメデスになります。でもちろんこれは前言ったあの順序の意味のアルキメデスですね。なので非アルキメデス的な順序体っていうのはもうその時点で有理数を中密には含んでいません。で、これあの初めに言いましたけど、有理関数体っていうのが有理数を中密に含んでいないというのはここから来ます。前あの例を挙げたというか証明を助けたというかしましたけども、有理関数体は非アルキメデス的な定理なのでダメだっていうということですね。で、それについてはもうあの紹介もしてあるので終わりなんですが、この辺の定理を証明しておくとその例が作れるというわけです。で、一旦今言ったことも後できちんと文章に落としてまとめますけど、一旦まずこの定理を証明しましょう。証明、で、ここでまずはこれを任意に取ります。で、 F はアルキメデスということを言えばいいので、で、順序の意味でアルキメデスっていうのは自然数が上に比喩書いてあるっていう、そういうことだったので、それを目指してやっていきます。で、ここでちょっとひねったというか一工夫して証明をやるんですね。これは結構証明見てても面白いと思います。で、早速やっていきましょう。で、ここでまずですね、これが中密なのでここからですね、まあ正確に言うならそういうのが存在してとか言った方がいいんですが、こうなるようなのがあります。 M オーバー N1 オーバー A とか A となる MN があると。
でこれめんどくさいので、あのもうイギリス共通の因数はない、要はもうすでにこれ約分してやって、であとめんどくさいので M と N も両方正の弦だとしておきます。でちょっと今言ったのをもう一回求めておきましょう。 0MN の A で、で要はここが Q の弦なわけですね。で A は F の弦としておきましょう。あ、そうだ、さっきちょっと言ってなかったですけど、正確には正の任意の正の弦を引っ張っていきます。でこうするとですね、まあ、有理数なので M っていうのは1以上のこれ整数ですね。なので 0n 分の1、間違えた、はい、分母が n ですね。 n 分の m で a と、あ、ここイコールありますね。こうなるわけです。っていうことが、これ分かりづらいですね。こういう不等式が成立するわけですね。したがって A は N の真数 N の乗解ではないと。で今ここの A が任意だったわけですね。なので任意の任意の正の F の弦が N の上階ではないっていうことは N が上に比喩階だということです。で N が上に比喩階っていうことは順序の意味でのアルキメデス性を F が持ってるってことですね。以上で証明終わりです。でこの定理があると次のというか今書いてるものが分かるわけですね。 Q を順序中密に含まない、順序体があるわけですね。順序体が存在する。で、これは前にやった話から QX 有理関数体が例ですよというのがわかります。間違えた、有理関数体、有理関数体と、これが例になることがわかります。でも一般論からもわかりますけど、具体で作ってもすぐ分かるのでそっちの方も一応紹介しておきましょう。でちょっと間違った、で一般論使わないで具体的に見てみましょう。で 0AB でももちろんここにあの不等解というか当たり前ですけど A のと B としましょう。あって両方有理数ですね。でこれに対して FX イコール AX で GX イコール BX としておくと、順序、あ、で正確に有理関数体の順序の定義からですね、有理関数体の順序の定義から
次の球は存在しません。FXQGX と。というわけで、こう、ルテイレからを実際に作ることでも順序秀逸でないことが分かりました。今回は以上で終わりです。お疲れ様でした。